きチャンネルありまして、おめでとうございます。ハッピーニューイヤー。おめでとうございます。2022年。はい。1月1日。元旦です。はい。今年もやってまいりました。はい。ちょっと本当に今年もよろしくお願いしますですね。今もう、はい、あれだから12時になって、もう行く年来る年でゴーンってなってる時だから。今これ1月1日のじゃ0時に出してるんですか？そう。あ、もうそうなんですか？ゴーンってもう、それはもう日本で一番早い、うん、順位予想売りにしてるから、もう0時行かなきゃ。そうですね、うん、確かに今もうゴーンってなってる。今もう紅白も終わって蛍の光、さっき聞いたわ、はい、蛍の光でね。で、ショえ、じゃあですか、今いろんなライブとかやってるわけですね。あ、やジャニーズやってるね。あ、ジャニーズやってる。ようこそって言ってるここへって、え、ま、やってますよね、結構ね。そうそう。さあ、ということでハッピーニューイヤーで、はい、ね、どこよりも早い順位予想、はい、やっていきましょう、はい、セリーグ、はい、昨年はね、最下位のヤクルトから優勝して、うん、じゃ、ちなみに昨年の順位予想、うん、はい、どうだったか、じゃん、こちらです。はい、はい、え、私どうしてたかな。いや、もう俺も忘れたから分かった私阪神巨人だったかな。俺は中日優勝予想して、はい、奇跡の5位、うん、はぁ、何やってんの時は来た、ちょっと来てへんやん全然来てなかったよ。いや、今年もね、ね、どうなるかって、ね、監督変わってね、はい、じゃあ最下位から発表していくか。え、これ口頭発表パターンですか、うん、書かないで。書かない、いいですよ。じゃあ6位から、6位からいきますよ、はい、せーの、中日。ちょっと何やってんすか。何が1位予想から最下位予想するんですか、うん、だって1位予想してんのに5位だからね。まあ、そうですね。しかも監督が立浪さんに変わったからって言って、はい、シーズンがね、うん、去年2021年長くて、うん、準備期間短くて、はい、すぐオフで開幕して行くんなって、うん、いきなりよ、はい、打撃が監督変わったからって言って、うん、そんなスクボール良くなるとは、うん、到底思えないんだよね。でしかもよ、はい、又吉が抜けるって、うん、あ、まあ、それ大きいですね、うん、又吉が抜けたのは、うん、めちゃくちゃでかいのよ、はい、リリーフにおいて、うん、去年になってソブエフクマルティネスが、まあ、マルティネスがねオリンピックとかで抜けたりしながら、うん、ちょっとね全体的に、うん、2020年の勢いがちょっと限られてきた中で、うん、又吉がね、はい、そこフォローしたっていうのもあってね、うん、はい、なんとか投手陣保ってたけど、うん、ちょっとね、はい、そこの懸念材料もあるし、うん、まあ、外国人もう一人連れてこなきゃいけないっていうところも考えながら、はい、うん、2021年の正月で俺の思いはもうちょっとないね。ああ、そうですか、うん、だからもう最下位やな。あ、そう、あ、そう、私広島、はい、いや今年4位ですよ、うん、だし、なんかこう勢い、しかも最後までひょっとしたら巨人、いや、そうそうそう、おいで3位ちゃうかってなったのに、うん、なってます。なんか若い選手とかも出てきて、うん、勢いもありそうなんですけど、やっぱちょっと鈴木誠也選手はちょっと大きくないですか、うん、それは大きいよね、やっぱり。やっぱ4番が抜けるっていうのは大きいですよ、うんうんうん、そこの返す人がいなくなると、うん、一気にその打順ってのは繋がんなくなってくる可能性がある、うんうん、じゃあもう、じゃあ6位で、どこどっちも6位にしたくないですよ。でもやっぱ理由をつけないといけないので、うん、だから、まあ、理由は一つだね。何ですか。強そうに見えないからだよじゃあ5位いく、5位、はい、5位、はい、もうちょっとどうしよう、はい、はい、せーの、広島。あ、逆ですね、はい、やっぱりね、うん、広島は去年の最後の追い込み、はい、鈴木誠也の試合中のホームラン競争のような、はい、あのホームラン連発が原動力になって、はい、やっぱそこが抜けるのは、うん、鈴木誠也の穴はだって、あの3連覇した時から考えたらもう丸と鈴木誠也抜けるんだよ。そうですね、さすがに外国人も鈴木誠也の代わりはできないと思うんだよ、はい、確かにね、うん、カープファンの皆さん知ってますよ、試合全部見てるからね、うん、え、林、うぐ、ん、さとか、うん、まあ、野間も良かったし、小園、うん、で坂倉、そうそう、若い選手がね、うん、出てきてるのも、はい、分かるよ、うん、でピッチャーもね、新人を取ったね、はい、あの栗林、はい、大瀬良、森下とかね、うん、森浦とか、うん、分かるよ、でピッチャーもね、うん、左 の, あの即戦力ね、はい、取ったのも2人ね、分かるけども、うん、5位やな。そうですか、うん、まあ、中日で、はい、まあ、中日も監督変わるし、その組織も変わるじゃないですか、うんうん、だからすごい楽しみな部分はあるんですよ、うん、で、私も若干この広島とすごい迷ったんです、うんうんうん、でもルーキーたちすごい即戦力取ったじゃないですか、うんうん、ブライト君とか、うんうん、で、まあ、投手陣結構防御率もいいので、うん、その若い力が今年の阪神みたいに、うん、もうなんかドーってくるんじゃないかと思って、うん、来たのに5位だろ逆にすごいね、その評価はすごいよね。
ガーって若いのが来るよっつって5位なの。それでまだ3位とかだったら分かるけど、若いのが来るよっつって5位。3位にしようかな。じゃあ次、はい、4位。ここ迷ってんだよな。佐藤さん潔いですよね。やっぱ迷いますよこれは。でもまだこっからよ、うん、キャンプ見に行って開幕の前の日にもう一回順位予想するから、はい、そこが最後だけど、うん、とりあえず今俺が思ってるのはでも大きく変わんないけどね。そうですか、うん、せーの、巨人。おお、一緒。あれ、ちょっとどうしたんですか。え、何が。え、どうしたってどういうことよ。どうしたってどういうこと。ダメな、逆に。いや、なんかもうちょっと上にするのかなと思って。いや、もう4位やな。あ、そうですか。うん、うん、やっぱりこう、全体的にピッチャーがちょっといなさすぎるっていうね、はい、うんうん、この中4日とか、はい、もう自転車操業、うん、リリーフも、うん、なんとかね、腹、うん、マジックで乗り切ってこようとしたけども、はい、まあエース菅野がもう本当に山本由伸級の活躍をやっぱりしていかないといけない中で、まあなかなか苦しいね、うん、ピッチャーが巨人。はい、あ、これあるんですね、うん、で山口も来年35歳になるわけでしょ、はい、ピッチャー若いのがもっと出てこなきゃいけない中で、うん、で新人の太田はどっちかというとリリーフ向きのような感じもするし、まあ外国人補強は必須。もう内野陣も来年坂本が34歳、うん、もうどんどん年もね上がっていくし、丸も33歳、うん、こう突き上げが少ないよね。そうなんですね、うん、だから結局丸、坂本、岡本みたいな、うんうん、だから絶対頑張んないといけないっていうところと、まあ、外国人補強を成功させていかなきゃいけないところで、うん、まあ、やること多いからちょっと他の3チームに比べると4位かなっていう。そうですね、うん、ちょっと消去法でね、うん、上のちょっと3チームが早めに決まっちゃったんで、はい、なんかこう巨人見るときにもうこの人がもうめちゃくちゃすごい、もちろん坂本、岡本とかなんとなくそういますけど、これといってこれだから巨人は強いってなんか言い切る要素が今のところ、で何気にね層が薄くなってきてるんだよね、うん、ちょっと全体的に、はい、いなくなった時の、うんうん、だそういったところも不安要素あるし、うん、はい、4位あるんちゃうかっていう。そうですね、うん、私もなんかそんな感じで4位です今、うん、はい、じゃあここからよ。ここからですね、3位。はい、せーの、阪神。お、 DeNA。え、なんかちょっと横浜結構、あ、上に持ってきてますね。いや、まだ分かんない。あ、そうですね、うん、はい、今阪神、うん、阪神、やっぱ阪神はね、スアレスがいなくなったのが大きい、はい、まあ、外国人補強したけどね、うん、でもそれはどうなるかまあ分かんないじゃんね、はい、だからそこはちょっとキャンプとか見ながらまたもう一回考えるけども、はい、でもこう全体的に考えたら、でしかも最後のね、もうサンズもいなくなって、はい、マルテとロハスでしょ、はい、ロハスいけんのかなっていうね、うんうん、ところもあるし、サトテルももう一回一からやり直しだし、はい、まあ、いいけどリリーフもう一回再構築しないと、うん、岩崎しかいないから、はい、そこに誰、馬場、うん、小川とか及川とか、いや誰、藤浪投手とかね、うん、誰入ってくんやっていうね、うん、ところもあるし、はい、最後なんて789、うん、岩崎とスワレス2人の話だから、はい、そう考えると、うん、まあ、A クラスにはいる力あるから、うん、チームの力あるけども、うん、そのスワレスがどうなんていうのがそこで勝ってきた試合もあるし、はい、ちょっと3位になっちゃった、うん、そうですね、私は横浜です。今年はやっぱ来るんじゃないかと、うん、なんで、あ、直感。あの、私の後輩もいるし、うん、なんかいい感じなんじゃないかなと。後輩試合出る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 、うん、まあ、やっぱ打撃がいいチームじゃないですか、すごい、うんうん、誰のオースティン。宮崎選手も残留したし、そうそうそうした、ね、佐野選手もいるし、桑原選手がね、去年終わったりして、今年もガーッと打撃いきますよ、うん、で、ピッチャー陣が、まあ、先発がね、こうこれといってこうなんかこうドーンって人がいなかったですけど、うん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 、2年はそれを繰り返せないですよ、やっぱり。そうちゃんと若い投手とかが育ってきますよ、うん、で去年のヤクルトもそうでしたよ、うん、ね、あんまりこう先発が大丈夫かなとか言われてる中、すごい動きたじゃないですか、うんうんうん、もうそれと一緒、それと一緒で三浦監督もこう2年目になるし、うん、1年やって分かりますよ、なんか、うん、それでガーっていって3位な、うん、私のでもグワーンのレベルが、まあ、横浜こんぐらい、うん、で中日はまあ新人たち頑張ってもこんぐらいだけですだいぶ低いね、低空飛行だね。で3位がここなんで5位この辺ですよ。じゃあ続いて、はい、じゃあ優勝いこうか、優勝いきましょう、はい、2位さっき言っちゃうとバレちゃうからね、うん、じゃあ優勝ね、せーの、はい、DeNA 横浜。いや、これ一発あるんちゃうかっていうね、うん、おー、やっぱりさっき袴田さんも言ったように、はい、袴田さんこれぐらいやろ、はい、これぐらいいくんちゃうかって。おー、そうですか。いや、まあ去年のね、はい、ヤクルトのこともあるし、うん、打線はね、うん、もう申し分ないわけよ、はい、で、うん、一つ条件ある、はい、今ちょっとオミクロン株がうん、流行ってて、はい、キャンプから外国人来てくださいよっていう。
去年みたいに外国人が来るのが遅かったら、もうそしたらもう無理だからね。危ないですよ、うん、だからちゃんと2月から来てくださいよっていう条件のもと、はい、まあ打線はね、はい、赤羽さん言ったように、うん、オースティンもいるし、佐野、宮崎ね、小原も良くなってきてで、牧もいるしね、はい、そうですね、うん、ちょっとキャッチャーちょっとどうにかしなきゃいけない、うん、で足はちょっと森君がもうワンランク成長してくれたら、はい、足もうまいこと使えるようになってくるし、で、ね、うん、であの楠本もね、はい、代打も控えてて、うん、ちょっと打線の層は厚い、うん、去年のヤクルトと同じ感じ、はい、じゃあどうね、あの先発、はい、でね、リリーフはね、うん、もうエスコバーを抑えにしよう、おー、もう提言、はい、うん、そこ、うん、ちょっとバタつきすぎ、はい、でなんかもうね、特化一回しすぎなのよ、うん、もう決めよ、はい、もう最後伊勢とか守護神してたから、うん、もうよく訳分からへんっちゅって、はい、あの信頼関係なくなんでっていう、うん、エスコバもあの抑えにして、うん、抑えに固めても、うん、で山崎、安秋、三島、伊勢、うん、で石田とか、うん、砂田とかを前にやってスクランブルで先発は、まあ、今永でしょ、うん、でトミー・ジョンから復活、アズマも終盤良かったからね、うん、で浜口、うん、はい、でまあ上茶谷がどこまで成長できるか、うん、でまあ大抜きっていうところと、まあ、あと外国人ロベロとか、うん、まあ、そこら辺が、ね、まあ、なんとか踏ん張っていって、うん、はい、打線の援護で一発逆転あるんちゃうかっていう、ね、今年はちょっと DeNA に花火上げようかっていう、おお、そうですか、うんうん、可能性ある、はい、その代わりもベンチワークもっともうちょっと動こう、いやもうちょっとあの去年1年間見てても動かざること山のごとしみたいな、はい、いや作戦せえへんのかみたいな、はい、あの打つ待ちみたいなところあるからもうちょっと動いてほしいよね、作戦面とかもうちょっともっともうちょっと改善していけば、ね、面白いんちゃうかっていう、はい、え、阪神、阪神、うん、2年連続もうあれですよ、もう今年は来るっていう、来るの、もちろんスアレスだよ、痛いですよ、うん、すごい痛い、うん、でもそれに代わるやっぱ外国人ハマるか分かんないですよ、うんうんうん、でも取ってきてるって噂もありますし、去年こう新人が何人活躍したんだって感じだったじゃないですか、うんうんうん、伊藤投手に中野選手、佐藤輝と、もうその人たちがさらに成長しますよ、うんうん、で来年は、来年は3度目の正直、うん、去年一昨年しかもね、はい、今年虎年なの、そうでした、いや、そ、あ、そっか、うん、虎年、今年は寅年のだ知らんか今年は寅年なんで寅が来る知らんかったけどねそうそう、寅年だからね、はい、あるのよ、うん、ありますね、そう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 、うん、いや新しいユニフォームすごいかっこよくなってて、うんうん、なんかパドレスみたいなやつでしょ、うん、パドレス、あ、そうですか、うんうん、で、2位が、じゃあ俺は、ヤクルト、私もヤクルトです、はい、まあ、ヤクルトも強いけどね、うん、でもやっぱりね、連覇ってそう簡単じゃないから、うん、まあ、そこら辺は、まあ、でも自力もあるし、はい、選手も育ってきてるし、うん、まあ、いい形でできるんじゃないのかっていうところで、うん、まあ、そこはちょっとね、うん、ヤクルト1位にしててもつまんないじゃんねそこも重要ですね、うん、ヤクルト、ヤクルトみたいな、でしょうね、うん、みたいな感じになるから、はい、でもそこは、まあね、ヤクルト、まあ、2位くらいか、D くらいでいいかなっていう、うん、私もその、なかなか連覇する球団ってないですからね、うん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 、なのでやっぱりまた阪神とこうなるんじゃないかなって私は予想をして、うんうんうん、阪神が今年はもう3度目の正直で勝つんじゃないかと、うんうん、虎年だしね、うん、そうそうそう、はい、っていうところで、はい、だから佐々木の順位予想は1位 DeNA、 2位ヤクルト、3位阪神、4位巨人、5位広島で、6位中日です、はい、中村さんが1位阪神、2位ヤクルト、3位横浜、4位巨人、5位中日、6位が広島ですね、ということでこれがね、佐々木チャンネル恒例の日本一早いセ・リーグ順位予想、はい、日の出前にお送りしてますけども、はい、まあ、まだね、ちょっとキャンプとか見に行って、うん、外国人選手とか、あと本当に来日するかどうかもね、それがすごい大事なんでね、はい、そこら辺を見ながら、うん、最終発表はね、はい、まだ開幕の前日にするんでね、うん、でも今の現時点ではこう思ってます、はいはい、私もこんな感じです、そうですね、だから満天の星空にね、うん、スターを掲げてほしいよ、ベイスターズ、今年は虎年、タイガースが優勝する。